はははいここんにちは村長ですこの動画はパート1.5の復習編ですパート1と呼んでいますが前回の説明ではしょったところもしくはもう少し深掘りした方が良かったところ画面が見えてなかったところなどを復習できるように解説していきたいと思います。まず 関連に飛ばしましたが、画面の一番上のところにたくさんのツールがあります。一番今左のところが矢印ツール、いわゆる選択をしたりするツールです。二つ目が範囲を選択できるツールです。こういうふうに範囲を選択できます。次がこの一つずつのブロックを切ったりする ためのツールですこのようにカットすることができますその隣が消しゴムツールですブロックを消したりすることができますちょっと戻しましょう次がペイントツールとなっていますペイントツールはここでこれから入力する範囲を設定してブロックを 新たたにに作ったりすす。る時に使いますその次はミュートツールです。これをしおくとそのブロックはミュートされます。灰色に変わります。そしてその次のツールはベントツールと言いますがここでは省略しておきます。そしてこのリッスンツールも省略しておきます。その横のツールも今回のところでは 復習ということですので飛ばしておきます重要なのはこのツールですスナップを切り替えとなっていますこれを押すことで小節単位とか時間単位に磁石のようにくっつくツールです一番近いところにスナップしますそしてその隣は少し飛ばしましてその右ですねこれは再生したりするときにスクロールしたりします これも重要ですが今のところはあまり深く考えないで OK ですそしてこの左の方のツールはキーボードの数字123456点キーではない数字のところがこの並びに対応しています1を押します234567とこういう感じで 順番になっていますのでこのショートカットキーは必ず覚えてくださいもう一度復習しますがマーカーを付けるのはキーボードのインサートキーですこの白い線ですね再生ラインもしくはカーソルと呼んでますけれどもこのカーソルを設定しておいてキーボードの INS キーもしくはインサートと書いてあるキーを 押すす。と、このように旗が立ちますそしてパート1では細かく触れませんでしたがこのところの文字を切り替えるのはこの旗をダブルクリックしますダブルクリックする時に必ずツールを1番の矢印ツールに戻しておいてくださいダブルクリックするとこのように文字を入力できる画面が出ますのでここで「 例えば2番とこういうふうに打って OK を押すとここの文字が変えれますそしてコードの入力ですけれどもコードの入力はそのこれから入れたい小説をクリックすることで変わります通常1小節分のエリアが新しくできて入力ができますそしてこれを再度ダブルクリックすると コード名を入れれるようになります画面左の端の方にスピーカーのマークがありますこれを押しておくと音が鳴ります邪魔な時は切っておいてください そして次のエリアをダブルクリックします前回の動画ではセブンスのところとかが見えていませんでした Am7 にする a m ブ7こういうような表記をつけることがここでできるようになりますそしてベース音を切り替える時にここを押すと オン G とか、こういうような表記で入れることができるようになります。これがコードセレクターでの入力の仕方です。そして、後から短くしたい時には、こうやって短くもできますし、このカッターツールで切り刻むこともできます。 新たな MIDI データを入れる時の入れ方をもう一度おさらいしておきます。次は音源トラックの作り方です。スタジオワンでは MIDI トラックとインストゥルメントトラックは同じような扱いになっています。右側の音源をトラックに持ってくることで MIDI のトラックを作ることができます。 今はピアノの音源を入れることにします。ペイントツールで半小節ずつのブロックを作成します。そしてこのエリアをダブルクリックすると、下にピアノロールが出てきます。このピアノロールに音を入れていくことになります。下のエリアでは下のエリアにあるペイントツールを使います。そしてドミソの和音を入れてみます。 入れるときはこのステップ入力にしておくとですね音符の長さを決めて入力できます今は半小節ですので2分音符を選択しておきますそうするとそこをクリックするだけで2分音符が入ります このよういうときはもう一度押すと消しゴムのモードになって消すことができますこうして入力をしていくことができますそして前回やったようにこれを複製しておきます そこで前回はコード追従機能というのを使って今入れたドミソの和音を上のコードトラックで指定したコードに自動的に追従するようにします。ここでコードに従うという左のところで今オフになっているのをパラレルナローベースこの中から選びます。パラレルは 基本的には平行移動です。こんな感じに一番近い C の場合はドミソ、そして A マイナーの場合はラドミ、F の場合はファラドという形で一番下が気温になって平行移動します。そしてパラレルの方はピアノではよく 展開コードとか言いますがあまり音符の高さが変わらない範囲で和音を構成しますこういうふうにほとんど変わらないでコードを構成します今度はベースベースは必ず低い音が気温のまま 移動しますこんな感じですねこの3つは時によってどれがいいかは音を聞きながら調整してみてくださいそして下のピアノロールの幅なんですけれどもキーボードの絵のところでマウスをグリグリするとこのように上下にスクロールしますこの時に コントロールキーを押しながら上下するとキーボードの幅が変わって見やすくなります適当な幅で作業してくださいそして一番よく使うショートトカットを説明します。一番先頭に戻る時は点キーの「0」を押すと今ここにあったとしても一番先頭に戻ってくれます そして、スペースキーで再生されます。また、止めるときもスペースキーで止まります。止めます。このように、再生キーはとってもよく使いますので、いちいち画面の下の再生ボタンに行くのではなく、 ススペースキーキを上手に使ってください。テンポを決める時ですけれども画面の下の方にカタカナで「テンポ」と書いてあるところがありますそのカタカナのテンポを4回押すとその平均でテンポの速さが決まります1 2 3 4 5 こ 1> 1こんな感じにテンポを決め直すす。とができますもっと複雑なテンポの修正の仕方はあるんですけれども今はこのように覚えておいてください。今回は前回パート1の復習とそして端折って飛ばしてあったところを少し補足の解説をしました。 次のパート2に期待ください。村長でした。